本日は2024明治安田 J1 リーグ第5節ロフティープラザエキサイトマッチ第43回玉川クラシコ川崎フロンターレ対 FC 東京戦ご来場いただきまして誠にありがとうございます。また FC 東京のサポーターの皆さん、本日は10番と5番と2人である第1日にお越しくださいまして誠にありがとうございます。クラシコ一郎を御礼申し上げます。両チームのスターティングメンバーを発表いたします。はじめに本日の審判団の紹介です。レフェリー上田松也、アシスタントレフェリー大塚春弘、村井亮介、放送オフィシャル岩田博之、ビデオアシスタントレフェリー榎本和義、アシスタントビデオアシスタントレフェリー赤坂治、マッチコミッショナー臼井郁夫、以上の審判団です。続いてビジター FC 東京のスターティングメンバーです。13番ゴールキーパー畑野剛、5番ディフェンダー長友佑都、3番ディフェンダー森重真人、4番ディフェンダー木本康樹、49番ディフェンダーバンクーナガンデカシーフ、7番ミッドフィルダー松木玖生、8番ミッドフィルダー古保隆博、37番ミッドフィルダー小泉慶、22番フォワード遠藤啓太、39番フォワード中川輝人、71番フォワード荒木亮太郎、続いてサブスクルートです。41番ゴールキーパー野沢大志ブランドン、2番ディフェンダー中村穂高、32番ディフェンダー土井寛太、9番フォワードディエゴ・オリベイラ、11番フォワード小笠原剛、33番フォワード澤田澄田浩太、70番フォワードジャジャル・シルバ、そして監督ピーター・クラモフスキー。以上、FC東京のメンバーでした。ピーター・トロー、ピーター・トロー、ピーター・トロー。さあ、続いて、ビジター・FC 東京のこれでもうご飯を食べて、あの、ここまでを食べて。
Thank you.